今日のさイベントさ見てくれてた人いる？イベントの話に変えよう。え、やべえの今日さ、やべえよ。配信で見てた。現地行った？ありがとう。現地来てくれてたのね。大阪から現地参戦しました。すげえ。いや、めっちゃ楽しかった。え、楽しかったし、あのちょ聞いてよ、マリン船長とフーキちゃんって会ってさ、なんか喋っちゃったよ。もしくはどうしよう、喋っちゃったよ。え、なんかもうね、本人たちに言えなかったらここで言わせてほしいんだけど、もうね、なんかね、めっちゃね可愛くて、でもなんかもうあのさ、わかる、推しをさ目の前にした時に可愛いとかいう言葉言うの、なんかもう逆に失礼みたいな。可愛いとかいう単語じゃ収まりきれない尊さがあるわけじゃん。可愛いとかいう一言で収めるの失礼だなと思って、なんかもう逆に何も言えなくて、でも横から推しの声聞こえるし、考えないようにしよう一旦みたいな一旦考えないようにしようって一日やったけど、でもやっぱ帰り道歩きながら、いや、やっぱえとか思ってやっぱ今日すごかったなと思ってめちゃね幸せでしたちょっとキモい、キモいやめて嬉しかったよ、本当に。もう星川のことが見えてるんだと思って星川のこと視界に入ってるんだと思って、挨拶するときアホイっていうの、え、あのちょ聞いて、マリン船長くしゃみしてたんだけど、くしゃみがアホイだったなんかこれ切り抜きで見たやつと思って、船長ねくしゃみしてるときアホイってねくしゃみしててね、本物やって思ったけどちょっと言わなかったいや、わかんない、もしかわの耳にはそう聞こえた、本人は言ってないのかもしれないけど、はあ、マジでいいわ本当。いや、ていうかまずさ、両隣からふぶきちゃんのあの素晴らしい激川声とさ、マリン船長の声聞こえてくるの幸せすぎるだろ。とんでもねえ空間にいたわけよ星川夢のような体験でした。めっちゃ羨ましい。おい星川、そこ変われ。え、ごめん幸せでした。なんか呼んでもらえたのも嬉しいし、なんで星川が呼んでもらえたのか未だに分かりませんけど、でも間違いなく幸せな一日だった。私やっぱいいよね、ああいうさ有観客のイベント、2人がメインのさイベントだから、やっぱ2人のファンの人がたくさんいたんだけど、自分のファンじゃなくてもこう推しを前にして幸せな気持ちになってるファンの人を見ると、こっちまで幸せな気持ちになる。いいなって思ったそのライブで星屑のこと見たばっかだけど、早くまた星屑に会いたいなって気持ちになった。星型のペンライト持ってる人いたんだよ、ソロライブの時のやつ、めっちゃ嬉しい公開録音現地で見てました。ハニワ好きで星川さんという可愛い歌姫さんがいるのは存じてましたが、トークも可愛くて面白かったです。チャンネル登録させていただき、うわ、ありがとうございます。やべえ、待って、歌姫とか言われてる、どうしようやべえ、どうしよう、歌姫だって、うれしすぎる。昨日足つったけど歌いながら、いいかな、大丈夫かな、歌姫かなよ、歌姫、ちょっとやめてよ、ちょっとなんかやめて、調子乗らせないで、ダサいしょうがない、足はつります人間誰でも。足つり歌姫バカにしてるやん、悪口やん。もう一部二部両方参加、マジありがとうございます。楽しかったよね。どっちかっていうと二部の方がなんかおーってみんななってたオンエアぜひ楽しみにしててください。それぞれね、まあね、あのオンエアされるまではちょっとネタバレあれですけど、まあ、それぞれ内容全然違いましたからね、一部二部で。